橋本天下は日本の女性タレント、モデル、YouTuber ーー。中華人民共和国北京市出身。愛称は天地無、無知子。現在はフリー。2020年から炎上軍名義でも活動している。中華人民共和国北京市生まれ、栃木県足利市育ち。父が日本人で、母が中華人民共和国出身のハーフ。 小学校1年生の時芸能活動を開始する。2004年4月、小学校5年生の時 NHK 教育、天才テレビ君マックスへのレギュラー出演が決まり、以後3年間、天下林として出演し人気を集めた。ジュニアアイドル、ジュニアモデルとして、写真集やイメージ DVD をリリース、学研プラスのファッション雑誌、ピチレモンの専属モデルも務めた。 2007年3月に天才テレビ君を卒業すると中学校2年生で同年夏放映の連続ドラマ子供の事情の主演を務める。この頃から素行不良となり自身の携帯用ブログのプライベート写真がネット上で炎上する騒ぎとなった。当該ブログは同年末に閉鎖。翌2008年には事務所を退所し一旦芸能界を引退した。 2009年から新たに始めた個人ブログが人気を集め、月の収益が100万円ほどになったこともある。2010年には、セブンアイ出版のファッション誌、ニッキーのメインモデルに抜擢され、ギャル系モデルとして再ブレイクを果たす。同年10月には、12歳から14歳までの日記を書籍化した自助伝、中学生失格を発表しヒット作となった。 2014年には映画最近妹の様子がちょっとおかしいんだが、で主役に抜擢され映画デビューを果たす。2016年に YouTube にチャンネルを開設し、YouTuber として活動をスタートする。当初は複数のチャンネルを開設していたが、その中でもゲームチャンネル内のゲーム実況が人気を博すようになった。しかし、 諸事情により2018年10月1日に公開した動画内でゲーム実況をやめることを宣言した。その後はほぼ、テンチム CH、テンチャイムのみの投稿に絞っているが、同チャンネル登録者数は2020年1月時点で約100万人超えを果たしている。ありがとうございます。